ちの子供がね。どこに行こうかな。あら？わしがもっと若ければあんなドラゴンだぞ。だが、うっ、どうしようかな。これでいい？毎度あり。どこに行こうかな。何かいるよ。僕の力を見せてやる。はい、どなた？何度も来てすまないな、お嬢さん。さすが。どうしようかな。外に行こう。工房に戻ろうかな。うっ、どうしようかな。これでいい？ま、工房に戻ろうかな。はい、どなた？注文したものは揃ったかな。ありがとう。
に行こうかな。明日は結果発表。調合と冒険に明け暮れる5年間だったけど、充実してたね。来たわね、マルローネ。私の結果は？マルローネ、あなたは私の想像をはるかに超える結果を残したわ。あなたはね、もう私やドルニエ校長よりもずっと先の高みまで上り詰めたのよ。ドルニエ校長が言ってたわ。あの子にはもはや教えることは何もなかろうって。私も校長と同じ考えです。だからおめでとう。結果は合格よ。文句のつけようもないわ。これだけの成績ならどこへ行ってもきっと通用するわ。自信を持ちなさい。はい。卒業した後はアカデミーに残ってもいいでしょう。あの店をそのまま続けるのもいいわね。あなたの思うところへ進みなさい。これから先の人生はあなたが決めるのだから。そんな顔は似合わないわ。大丈夫、きっと大丈夫よ。私はあなたの成功を信じているわ。だからもう行きなさい。でもちょっと不安。あのマルローネよ、おてんばでおっちょこちょいの。神よ、少々の失敗ならいいです。大きな失敗だけはさせないでやってください。マリン。あら、シアじゃない。どうしたの？留年して落ち込んでたら慰めようと思ってきたんだけど、その顔だと合格みたいね。もう意地悪だな。私だってやるときはやるのよ。マリーはこの後どうするつもりなの？それなんだけどね、私旅に出ようと思うのよ。どっか遠くに。ちょっとマリー、それ本気？やめた方がいいわよ。きっと大変な目に遭うわ。ううん、もしかしたら死んじゃうかも。イングリド先生が言ってた、どこへ行っても通用するって。で、考えたのよ。この町なら私以外にもすごい人はいっぱいいる。アカデミーもあるし。でも例えば私たちの故郷のグランビル村にはお医者さんもいなかったわ。グランビル村以外にもそういうところはたくさんあると思うんだ。だから大丈夫。そりゃ今まで何度も町の外で怖い目にはあったけど、結局なんとかなってきたし。もう止めない。あなたは昔から何か言い出したら絶対曲げなかったから。でもこれだけは約束して。いつになってもいいから
必ずザールブルグに帰ってきて。何言ってんの、当然でしょ。私たち親友じゃない。言われなくてもそのうち戻るわよ。案外すぐに街が恋しくなっちゃって、一月もしないうちに戻ってきたりしてね。